獅子音能物って方ですね、まあ、ちょっと本文だけ言っちゃうと、獅子音能物の末の男女は小意比丘、と申せし自戒の僧を頼みて既婚比丘を 笑うてこそ無料公害だ地獄に落ちつれと。これはこの獅子音能物も過去やっぱり無料無変不可思議阿僧祇光の仏、国は千光明、まあ、そういうこれもね本当に宇宙のこの過去の過去の過去のところにちゃんと主生がいた天体があったって、もう仏様は当たり前のように説いてるからね。まだ未だに西洋科学の連中なんか地球だけにしか知的生命体いないんじゃないかって思ってるような人すらまだまだいますからね。その多天体に知的生命体がいるってことを認めないっていうの、これも普通に確率論で考えたってね、こんだけの数の星があってだよ、これ知的生命体が生息する、そんなのはその何分の何っていう確率でずっと計算していけば当然認めざるを得ないはずなんだけど、結局ほらキリスト教の概念が深く入っちゃってるから、その執着なんですよ。だからある意味地球っていうのは神が作り保ったその人を生み 作り保ったとこだから、特殊な天体だと思い込んでんだよね。多くある星の中のただ一つに過ぎないんですよっていう発想はない。ただ我々は今度仏教として考えた時に御本仏が出生された星っていう、そういうこともあるけどね、あのまさに九品仏様がこの広大な宇宙のありとあらゆるあの星々の中でこの銀河っていう、まあ本当にある多くの中のたった一つですよ、何か特殊なもんでもない、とりわけででかい銀河でもなかった。そしてその中でまたこの割と僻地にある太陽系っていうところのその中のその惑星にお生まれになってくるっていう、このやっぱ意味合いっていうのはこれはまことに不思議と言わざるを得ないですね。だからといって宇宙の中心とは言ってないですね。我々はね、ご本物がそこに現れ入れたその因縁こそ尊いとは言うけども、それでは地球だけが特別だとかそういう発想は仏教ではないよね。そしていろいろねこうよもやまな話を考えると面白いんですね。まあそれで寿命がまたこのまたよくわかんない10億万なゆた歳なんですよ。10かける万かける億かけるなゆた、なゆたったらもう無限に近い数字で計算できないんですよね。ってことはまあ無限歳ですよ。で国土は解き尽くすことができないほど小運であったと。そして樹木は皆尻尾だからすごい、木がみんなもうあの瑠璃だ目の車庫ダイヤモンドだ真珠だなんていうのでこうなってたってな、うん、これはもう見てくるわけにいかないしビデオも残ってないからどうしようもないですね。そう、あそうなったんですねっていうしかない。ほんで空の音無双の音など、ね、空って言ったら普通こう実体としてつかめないんだけど、その音それから無双層がないとこの音だから、まあ獅子音能物ってわけですけど、音音ね、そういう法音をこう言い出して、それそのこれら諸法の音によって主生を得道させてたって、もう想像もできないです。まあ尊い音がするんじゃないですか。その音で主生はこう仏道を成就していくわけですよ。まあ不思議なねこの世界ですね。まあさっき言った十一次元とかが存在することを考えれば、もう我々がもうこの狭い了見で考えられないことを否定しちゃいかんってことですよ。何を言われてもはあ、はあ、そういうこともあるんだなって何でも受け入れてくれないですね。この仏の知恵は広大無限で、そのあるじゃないことを見抜かれてる上で話してるんですから、たかだかこの地球ってちっちゃい天体に生まれてせいぜい50年60年の人生観でね、それが、そんなのとても信じられないなんて、そっちの方がおこがましいわけですね。だから、はあ、こういう世界もあったんだなと。そして三条の法時、三条というのは声聞円覚菩薩、二条菩薩 仏法じゃねえな、声聞円覚菩薩だ。三条の法と言って、で声聞は荒観、菩薩は無声法人、これは不退の位ですね。もう仏道修行を退転しないぐらいを得ていたと。で教えは6万歳住した後樹木の法音も耐えたと。
まあ、6万歳はその仏法がずっと残っていったんだけども、最終的にやっぱそれが滅尽しちゃって、そして樹木のそういう声も音も聞こえなくなっちゃったと。でその仏様の末法ですね、その仏様の仏法が絶えたその末法の時に既婚ビクという人が現れて、このやっぱりその伝授するわけだよ仏法を。でその諸法の実相をまさにその真理を解いていったと。ところがそこにまたこの悪辣というか、まあ、悪賢いというかね、悪因縁の正意ビクっていう人が同時時代に出てきて、それでその既婚ビクをこのやたら誹謗するわけです。そしてその既婚ビクは、まあ、もちろん法を貫き成仏された。そして正意ビクはその罪によって地獄に落ちたというまあ話があるんですね。でその松の何女等はって意味は、正意ビクがこの正意ビクに従ったその旦那たち、弟子旦那たちって意味ですよ。在家信徒とかそういう人たちが、このこのまた正意ビクって言ったらね、これは不思議なことなんだけど、文殊師利菩薩の前身かと言われてるんですって。で今のその既婚ビクをその誹謗したいきさつは、既婚ビクの弟子の家でその弟子に論争に負けちゃったで悔しかったわけですね。それで家の外に飛び出して、それでそこにたまたま既婚ビクがいたわけですよ。あ、いたのかな。でその既婚ビクもそしるわけですね。まあそういうどうでもいいことなんですけどね、そんなこと我々日常茶飯事に起こるじゃないですか、そう考えるとね。まあいずれにせよ、それで正意ビクは既婚ビクはそれで正意ビクというものはこの正義の在業を起こすぞというふうに予言して、そして菩薩道の道を因縁を説いたってんですね。これはちょっとよく意味が分かんないけど、まあなんとなく雰囲気をつかんでください。そういうその四子音能仏のその仏法が絶えた時に、既婚ビクという称号の者が現れ、それを誹謗した正意ビクって人がいて、でなぜこんなことをね言ってるかというと、しょっちゅう御所に繰り返しこの正意ビクとか既婚ビクっていうお言葉が出てくるんですよ。その時にこういうことをなんとなく漠然とこう掴んでおくと、こう気持ちよく御所が読めるんですよね。イメージがバーッと広がって、ああ四能仏の時のあのこの例えだなって。で言わんとしてる心は何かといったら、やっぱり同じなんですよ。称号を保つその僧侶、ここの場合仏を直接そしってませんからね、称号を保つ僧侶をそしると、その者どもはみんな無間地獄に落ちますよっていう、ここがツボですよ。全ての星、ね、そして友を世次次回の僧を頼みて、要するに正意ビクの言うことを聞いて既婚ビクを一緒になって笑っていた。同じじゃないですか。池田大作の言う通りになって、みんな中日見商人をこの誹謗し笑った。だから先導したやつも悪いけども、先導された者も一緒に無間地獄に行くんだよと。しかも無量光って言ってますね。無量光地獄に落ちつれと、落ちたです、落ちましたよと、落ちたでしょうよと、落ちたと言うじゃないですかと。今また日蓮が弟子旦那等はこれに当たれると、ね、大乗人様もやっぱりこれは今同じ立場、つまり大乗人様は今の話で言うと、その正意ビクに誹謗された既婚ビクにあつらえてるわけですね、御自らを。称号を保ってるのはご自分ですよと。しかもそれはその今の例えから言えば、あの不法僧24人として釈尊から直接ずっとこの系譜正しく僧伝を受けてきたわけじゃないじゃないですか。一旦その仏法が絶えたと見えた時に、ちゃんとそういう称号を保つ人が現れるんだっていう、つまりちょうど日蓮大師の立場と同じなわけですね。釈迦仏法がもう絶えた、一体仏法はどうなっちゃうんだろうって時に、まさにその釈尊の仏法の本質をその捉え、本質を悟られた方がやっぱり失念するんだっていう、そういう意味にもなぞられてると思うんですね。だからその人は、あんた何の立場でその日蓮さんはね、そんなその我正しと言えるんだという、そういうきっと疑難はいっぱいあったと思うんですよ。でもその実例は過去世にありますよと。大聖言仏の時のその後の、武士っていうピクね、この方も大聖言仏から直接法を聞いたわけじゃないんだけども、ちゃんとそこで人位に達してたじゃないですかと。
そして四神恩納仏の時のやっぱり末法ですから、四神恩納仏から直接法解かれたわけじゃないのに、この既婚比丘もちゃんと仏の悟りに達してるじゃないですか。その日蓮、それと同じ立場である日蓮を今周り中のその邪宗の仏法の真偽がわからない僧侶どもがみんなこの誹謗しているということをお世話になって、でその僧侶たちに一緒になって、あの時の為政者たちも権力者たちも、それから上下万神一人より下万民まで、みんな中がこぞって日蓮を誹謗中傷している姿がありますよと。で法華経には、如来の現在すらなお本質をし、いわんや滅道の地をやと、これは有名な御文ですね。もうこれはもう暗記ものです。もうほとんど期末テストに出る的な、如来というのはお釈迦様のその時ですら、お釈迦様っていうのはもう誰が見ても仏、32相って言われてるね、その仏様をもう体にはっきり表してる、もう誹謗しようがない絶対的確定的に仏、その人ですら周り中から温室されていた、あたまれ憎まれ恨まれされていた、いわんや滅道の地の地をやと、ましていわんやこの末法という時代なんかは、仏なんだか仏じゃないんだか誰も見分けがつかない、まさにみんなこの凡夫の姿をしている中で法を説くから、これは音質が出るのは当たり前でしょうとって法華経に書いてあるんですね。でまた曰く、一切世間あだ多くして信じがたしと、これはもうどんなに称号を保ったあの僧侶なり、あの我々が法を説いても、一切世間大勢の衆生たちはもう全くそれを信じようとしないし、そのみならずその恨みを持ってくる、憎しみを持ってくるってことですね。ね、恨み妬み憎しみ、そういうものをこの我々に向けてくるってんですよ。まあそれはそうですね。みんな何らかの形で宗教に縁をして、そして檀家としてみんな先祖伝来の宗教を保ってますから、我々はそれをはっきり、それは誤った宗教なんですよと、それが人生に悪影響を与え、そして未来永劫にあなたに地獄に落ちる、そういう罪業を積んできますよって、これは耳障りですよ。だから当然こうあだをなしてくる。で大聖人様は当然その大筆頭としてやられていた。